じゃあもう、はい、ご主人様もお言葉を賜りたいと思います。まあ自分はちょっとおふくろの方をお話しさせてもらいたくて、で今の、あの状況としては、まあとりあえずあの体の体調の方は数字はだいぶ良くなってきてるんですけど、やっぱこんな肝臓の方がやっぱ弱くて、あの肝硬変とまあ C 型肝炎ですか、患ってて、今 C 型肝炎の方あの治療で治してるところなんですね。でまあ入信して50回の方受けまして、でまあやっぱ仏教のこと右も左も分かんない状態であの年齢で入ったもんですから、やっぱ自分があの行ける時は行って一緒にお題目、あと言語の練習と、まあ一緒にやらせてもらってるんですけど、やっぱあの薬がやっぱ強くて C 型肝炎の方の、で何ですかね、抗がん剤かなんか、あの少なからず入ってるみたいで、やっぱ飲むとこう吐き気とか副作用がやっぱり出ちゃった。昨日のお子も本当は一緒に、あの連れて行こうと思ってたんですけど、やっぱ朝からそんな状態で、昨日も行けなくて、でもやっぱりあの権業の方は一緒に進んで練習一緒にやろうっつって練習の方やってるんですよね。で、まあ豊田さんも前お話しに来てもらったんですけど、やっぱりまあ親父が亡くなってまだ1年も経ってないんで、精神的にやっぱり山が激しいんですよね、波が。で、まあうちのおふくろもあのご本尊覚ですかの方やっぱり願ってるはいるんですけども、その、ご家父するタイミング、あれちょっと受けてないんだ。まだ、はい。あ、そうなの。精神的にちょっと不安定なんで、そんな状態であの家父させていただいてもいいのか、ちょっとやっぱご本尊様は守んないといけないんで、ちょっとご本尊に手をかけるような暴れる、まあ、それはないんですけど、タイミングっていうか、あの覚悟してもいいものだろうかちょっと悩んでます、ね。いやでもあの時の俺の印象ではね、お母さんはそのご本尊様ないと寂しいと思いますよ。あ、やっぱそうですかね。逆ですよ、ご本尊様がないから暴れるんだよ、心が。だからもう苦しくなったら何したらこの煩悩に手を合わせるんだよっていうふうに、速やかにご安置した方がいいと思いますね。俺てっきりもうご自戒と同時にご煩悩加付されてると思い込んでました。まあ、 あの破ったりとかして暴れるような そういうあれじゃないんで、ただ大丈夫よ、そのご不敬するね、ご不敬しないであろうっていうんであれば、それはやっぱりあの印象ではね、寂しくてしょうがないんですよ。だから仏様が欲しい欲しいっていう、そういう感じだったから、そんな五十回だけで内徳じゃとってもじゃないけど逆に持たないぜ。じゃあもう早早もう早めに早、そうですね、安心しなって、この仏様だからねって言って、それでその仏様に向かって手を合わせさせるっていうふうにした方がいいです。それと、あともう一つ、あのご家父していただいたそのあとなんですけど、あの将来的にまあ今離れて暮らしてますけど、自分の家に、あの同居するような形になった場合に、ご本尊様お伺いすればいいじゃないですか。合唱隊、文書隊、別れる時は文書隊、また合唱隊つって、またあ、なるほど、それは退店じゃないんだから、でもう別にお返ししても、あの悪いことじゃないから、それは全然、あのそれはお返しすればいい、でそれがあるからっつって、今そんなさ、あの特に年いった人にさ、あの妖怪業は酷ですよ。そう、そこら辺がやっぱり検証会感覚なんだよね。どうしてもご本尊様がね、こう敷居を高くしすぎちゃってて、謙虚といえば謙虚なんでしょうけど、そうそう、やっぱりやっぱ全然ね、あるのとないのじゃもう、
うん、全然違う、まあ、あるって言い方もあるんだと思いますけど、ね、いただくのとご安心ご安心するのとしないのではやっぱり全然違います。あるあ、うん、ゴンド様のところにあるだけで いてくれるだけで、うん、もう全然違う、はい、うん、年寄りは特にですよ、やっぱ形あるものに手を合わさせないと、うん、そういや難しいですよ信仰は、うん、立つのね、うん、で来る時が来たら、うん、そのまま正式にまたお返しっていうか、うん、そうだな、お返しになるわな、うん、お返しすればいいことだから、そういう意味ではね、こう宗門っていうかな、芸家のご慈悲にもっとこうすがっちゃうってことですね、うん、ご家父ご受戒受けたらなるべく環境が整ったらなるべく早い時期にご本尊をご安置するようにって入信する時のビデオでやってるんだから、そこでもう素直に妨げがない限りはもうなるべく早くご安置をさせていただくと、それがいいよ。だいぶ変わってる、お母さんもしそうだったらまたその不安定なものはね相当か逆に落ち着いてくると思いますね、うん、できるだけ早めに。そうですね、はい、本当、はい、あとお骨の件は、はい、ご住職にちゃんと聞いたので、はい、ような感じで、はい、どのような感じだったっけあまり本来ならよろしくない、ね、そうですね、はい、なのでできるならばどうするんだっけ、うん、まあ戻した方がいいって話でしたよ、メールで送った内容だよね、はい、俺は忘れてるけど、はい元っていうのはその、まあ、今はまだ置いといた方がいいっていうのは、うん、豊田さんから言っていただいて、うん、今はねもうだってすごい執着してるからね、はい、うん、ただまあ、ご安置するにあたってはこの仏壇の中は絶対ダメ、あ、そうですね、ダメだ、はい、絶対話だよね、うん、ちゃんとこう少量台を作って、はい、こっちでっていう、うん、はい、はい、いやそれは早速に進めましょう、はい、はい、あとはそのまあ母親の具合の合間くぐりながらこの活動に行かせてもらってますね。でもね、はい、お母さんのさそのしっかり寄り添って面倒を見るってことだってものすごい桁業、当然桁業ですから、はい、だからみんながこうわーって、うん、わーって動いてるからってね、自分も必要以上にそこに合わせる必要はないんだよ。お母さんを大事にしてあげる。でやっぱある意味先はもう先に大体見えてるわけだからさ、うん、どう治療したろうがね、はい、延命したろうがやっぱりおばあさんなんだから、うん、早めに自分よりも行くことは間違いないでしょ、うん、今の状況では、うん、概ねね、はい、そしたらやっぱりねその生きてる間にお母さんに、うん、そういう信仰のね、うん、いい思い出っていうかなを作って差し上げるってことは、これはもう三世にわたって尊い徳ですから、うん、はい、ね、なんかそれをある意味息子さんしかできないことだから、うん、宣伝していただいたっていいんですよ、はい、でそれで余力があればそれは待っていただくのもいいんだけど、その仕事はしてるわ、ね、お母さんそれだけのことを抱えて、うん、さらにはみんなと飛んで歩くとかさ、そこにあんまり無理をしない方がいいね、あ、うん、優先順位はもうとにかくお母さんに寄り添う、ひたすら寄り添う、はい、うん、仕事とお母さんに寄り添う、うん、でそんな、まあ、いいな、うん、寂しいんですよ、要するにお母さんね、余計そうですよ、身内っていうのはね、うん、逆に大変だと思うんです、うん、お他人様以上に感情がね、うん、露骨に出てくるから、逆にこっちの方がおいもう勘弁してくれよっていう風になるかもしれません。それはね、そこがまたこの辛抱しのぎですよ、うん、お母さんね本当につくづく感じましたね。おふくろが50回決まった、もう次の日が50回だっていう時に、前日に入院して、ものすごいなんて学んだと思って、もうつくづく感じて、昨日も昨日で、もう今日お香だよって言ってて、もうダメでした。それはその感情的な。いや、ちょっといいもう薬で吐きっぽくて、はい、まあ無理して、うん、まあそれはしょうがないじゃないですか。そういうのはさ、うん、
だから余計ね、やっぱご本尊様が、ね、そうですね、近くにあった方がいいってことですよね、うん、いやだから物じゃないんだからあのね、そこなんだよ、ご大聖人様がお出ましくださるんだというね、うん、常に常々それはなきゃダメ、うん、だからそれは言動に全部現れてくるわけだよね、うん、何にしても仏様がましましてくださるんだっていう思いで語ればさ、言葉の選び方がみんな変わってくるんだよな。そこがやっぱり自治していかないとね、自分どっか 物扱いしてたよねみんな、うん、そうじゃないですよ。